皆さんこんにちは、星の子です。今日は調味料の保管方法をまとめていきたいと思います。醤油とかお酒とか砂糖とかいろいろねあると思うんだけど、冷蔵保存なの常温保存なのってわからない方はぜひ見ていってほしいです。それでは早速スタートということで、まず前半調味料の保管方法をまとめていくんですけど、調味料はね詰め替えて使ってるものもあるので、そういう詰め替えボトルとか詰め替えてるケースとかを後半紹介していこうと思います。ということで今回も情報をねまとめてあるので多分大丈夫だと思うんですけど、もしねこういう保管方法があるよとかこういうとこちょっと違うんじゃないのってもしあればコメント欄で共有してください。でまず言うと、調味料の保管方法なんて私主婦を始めてから数年間特に気にすることもなく、なんとなくこれはこういうとこで保管した方がいいんじゃないかな、このぐらいは持つだろうっていう感覚で保管してました。間違ってることも多くって、ここ最近になってようやく保管方法を見直したところでございます。ということでまず醤油からいきます。ほとんどの調味料、みりんとかお酒とか他のものもそうなんですけど、開封前は常温保存、常温といっても日光の当たらないような冷暗所に保管しておくことができます。そして醤油の開封後は基本的には冷蔵保存がいいとされています。ただね、我が家ではキッコーマンの搾りたて生醤油っていうものをねずっと使ってるんですよ。この搾りたて生醤油は空気に触れることが一切ないような設計になってるので、あのボトル自体がね、なので開封後も常温で保存ができます。醤油も空気に触れると酸化しやすいものなので、我が家では冷ややっこにかけたりとか直接かけて使うような醤油は搾りたて生醤油を使ってます。で醤油は瓶に入ってるものの方が長持ちすると言われてます。でボトルに入ってる状態でも開封前でも醤油っていうのは酸化が進んでいるみたいなので、あんまり長持ちするものと思わずに醤油のストックとかも揃えた方がいいかなと思います。続いては調理酒。調理酒は開封後も開封前も冷暗所で保存ができます。ただ開封後冷蔵庫で保管してくださいとかね書かれているものもあるので、ちゃんとラベルを確認して冷蔵庫でガンって書かれているものは冷蔵庫、常温でも可能って書いてあるものは常温でしっかり蓋を閉めてね日光の当たらない場所に置いています。そして開封後は 2,3 ヶ月で使い切るようにしています。なので一人暮らしの方とかは 500ml ボトルとかを買い足していく方が私はいいんじゃないかなと思ってます。そして続いてがみりん。みりんがね私ずっと間違った保存方法をしていました。これはね開封後はねこれ常温なんですよみりんはね大きく分けて2種類あるみたいで、本みりんとみりん調味料っていうものがあって、私は本みりんをずっと使っています。でこの本みりんは常温保存の方がいいんですよ。なぜならみりんっていうのは糖分とアルコール類でできているので、冷やしてしまうと糖分が下で固まってきてしまうんですよ。これすごくあるあるで、私これ間違ってたんですよね。なんで砂糖だけ固まってしまうんだろうって、そりゃそうですよ冷やしちゃってるんだからでアルコールと下に白く砂糖だけ固まった状態で使ってしまうと、結局糖分固まってるからアルコールしか使ってなかったっていうね残念な保存方法をしていました。ただこのみりん調味料っていう方はアルコール分が少ないらしくて、みりん調味料の方は開封後冷蔵保存の方がいいみたいです。なのでこのみりんが大きく分けて2種類あるんだよっていうのを把握しておいた方がいいのかなと思います。そしてちなみに本みりんとみりん調味料は、まあ、アルコール分糖分が入った割合が違うんですけど、本みりんの方がしっかり照りを与えてくれたりとか煮崩れ防止してくれたりとか本来の働きを発揮してくれるらしいので、そういう風に知っておけば選びやすいですよね。はい、ということで次は酢ですね。酢はですね殺菌作用が含まれているので常温保存が可能です。なので冷蔵庫に入れずに暗い場所、湿気が少ない場所に保存してください。ただ夏場とか日当たって暑そうだなっていう時は冷蔵保存をしてます。あと一般的な酢は常温ですけど、リンゴ酢とか黒酢とかそういった酢は開封後常温だと長持ちしないので冷蔵保存した方がいいみたいです。でもし半年以内に使い切れなかった場合は酸化しちゃっているので、その酸化した酢はお掃除とかに使うととっても役立ちます。ベースをね1対2で割ってあげて、シンク周りとか電子レンジ周り、気になるこう匂いの場所とか除菌したい場所に使うのがおすすめです。
で、ポン酢も酸化しやすい調味料みたいで、これはね、もう絶対冷蔵保存がおすすめです。これもね、未開封だったら常温で1年間ぐらい持つんですけど、開封後はもう冷蔵庫。ポン酢もなるべく早く、もう1ヶ月とか2ヶ月で使い切るようにしています。なので、ほんとポン酢とかも大きい量買わずに、基本的に 500ml を買うようにしてます。ちょっと夏とかはポン酢を多く使いたくなるので、そういう時は大きめのものを買ったりもするけど、冷蔵庫にね、入んないから、冷蔵保存できないなと思ったら、やっぱり 500ml になっちゃいます。で、ポン酢の中でも、例えば柚子ポン酢とか柑橘の香りの入ったポン酢とかもあると思うんですけど、そういう柑橘系が含まれたポン酢の方が保存性が低くなってくるみたいなので、それこそなる早で使った方がいいです。あとはやっぱり基本的にどの調味料もそうなんですけど、温度差に弱いので、1リットルボトルとか大きめのポン酢買った場合の保存方法は、普段開ける冷蔵室よりも野菜室とかに保存する方がおすすめです。我が家は 500ml のものをワンプッシュでプッと開くような瓶に詰め替えて、見開きのドアポケットに入れてるんですけどね。なので、使った後はもうすぐ戻すっていうのを心がけて、あまり温度差の出ないように意識をしてます。次は味噌ですね。味噌は何もしなくてもずっと発酵されている状態になるので、基本的には冷蔵保存しています。そしてこの味噌もなるべく 2-3 ヶ月で使い切るようにしています。これも温度差の出ないチルド室とかの方がおすすめとされているみたいなんですけど、我が家はチルド室は入らないので冷蔵室に入れてます。こう、味噌って結構どんどん味が変化していっちゃうので、味噌をすくう時も綺麗なものでちゃんとすくって、すぐさま密閉して冷蔵庫に入れるっていう感じで使ってます。そして砂糖と塩、これはね、どちらも常温がいいとされています。ただ常温といっても温度差が出るような場所とか日光が当たる場所にはダメです。で、我が家ね、砂糖とか塩とか保存しておけるような場所が常温って考えるとないんですよ。なので我が家は今のところ冷蔵保存をしているんですけど、本当は常温の方がいいです。なぜなら冷蔵庫の中冷たいけど外に出したら常温なので、その温度差でね、固まってしまうんですよ。なので我が家はいつも砂糖とか塩はカチカチに固まってます。それをガリガリ削って使ってます。コンロ周りとかに置くのも結局火を使う場所なので、温度差が出てしまう場所ですよね。なのでそういったところも避けた方がいいのかなと思います。そしてあとは粉物です。小麦粉、片栗粉、お好み焼き粉とかね、コーンスターチとかいろいろあると思うんですけど、まず基本的に粉物は水分を吸い取りやすいです。なので必ずしっかりと密閉をした状態で、湿気のある場所には置かない、乾燥している場所に置くのがベストです。これはね、冷蔵でも常温でも私はどちらでもいいと思ってるんですけど、ダニが湧いちゃうかなって心配されるような方とかは、基本的に開封したものは冷蔵保存した方がいいと思います。私今まで片栗粉とかを買ったら瓶に詰め替えて冷蔵保存して、後のものはしっかり密閉して常温とかで置いてたんですけど、それもそれで別に気にしない方はいいと思うんですけど、長いこと放置したりとか、ちょっと湿気のある場所とか暖かい場所に置いといたらダニが湧いてしまったりとか、ちょっとね、いろいろ良くないので、環境にもよると思うんですけど、自分に合った保存方法が見つかればいいと思います。とにかく湿気のない場所、それだけ守ればいいと思います。では最後は私が使っている保存ケースとか保存している場所を紹介していきたいと思います。まず常温で保存しているものから紹介します。まずね、コンロの下にですね、こういう収納がついているので、ここによく使う鶏ガラとか和風とか粉の調味料上に置いてて、下にこんな感じで保存してます。前まではね、一本一本も詰め替えボトルに入れ替えて収納してたりとかしてたんですけど、そういったことは今はしてないですね。このラベルの後ろを見てもらうと、常温で保存とか書かれてるので、常温ってなってるものは常温でなるべく保存してます。本みりんですね。で、絞りたて生醤油、あとお酒もうなくなっちゃう。こんな感じで液体ものの調味料はここに収納してます。で、コンロ周りには何も置かず、唯一京セラの電動ミルにブラックペッパーと岩塩を入れて、ちょっとコンロよりも離れた場所になるべく置くようにしてます。あとこっちにもトルフ塩とかよく使うんですけど、こういったものもなるべく火の使うところじゃなくて、ちょっと離れた場所に置いておくと、こう固まらずに保存ができます。で、こういうグラノーラとかもそうなんですけど、珪藻土とか乾燥剤が一緒にあると、これ自体が水分を吸ってくれるので、粉物とかには一緒に入れておくのがおすすめです。そしてしっかり密閉する。
で、こちらはこういう天かすとか、これも 1,2 ヶ月以内ぐらいに食べきるようにしてます。もともとこれでチャックがついてるものなんですけど、ダイソーで買った棒みたいのがあるんですけど、これでさらに密閉しています。で、こういうお麩とか、こういうのもしっかりとこう密閉できるこうケースがあるので、これはね、どこのだったかな、カインズかニトリなんですけど、こういうのとかに詰め替えて使ってます。こっちもワカメとか入ってます。で、今ちょっとごちゃごちゃなんですけど、湿気が少なくて日光が当たらないような場所にこういう塩のストックとか、お菓子作りにたまに使う白砂糖、これもね、差し込むだけで簡単密封っていうスライドジッパーがあるんですけど、これを使って密封してます。あと、この奥層の密閉ケースもおすすめです。ワンプッシュでしっかり密閉ができるんですよ。フォーとかにも使ってます。あとは乾麺とかですね。これもさっきのシリーズなんだけど、これはコインズかな。これはもうマロニーちゃん専用のケースです。しっかりとこういうケースを使って密閉保存しています。続いては冷蔵しているもの、味噌はここに収納してて、これは野田ホーローの味噌ポットケースなんですけど、これに入れてこの白い紙だけ取らずにしっかりと密閉して冷蔵庫で保存してます。これはね、すごくおすすめ。ちょっと大きいサイズのものは入らないんですけど、まあ通常サイズのものだったら何でも入ります。で、粉物、夏場とかね、ちょっと暑かったので、粉物は一箇所にこういう風にまとめてます。気になる場合はね、冷蔵保存がいいと思います。で、こちらは、今片栗粉以外まだ入れてないんですけど、ニトリで買ったガラスのケースに、いつも片栗粉と小麦粉とパン粉を詰め替えて使ってます。これはね、セリアのケースです。これに3つシンデレラフィットします。そして、我が家ではケユカのケースに入れてます。あ、これは大丈夫かな？塩とかも冷蔵庫で保存しているので固まってます。きび砂糖もちょっと固まってる小麦粉とかはこのフリフリシェーカーだっけ、ダイソーとかキョンドゥで買える、こういうのに詰め替えておくと粉振るときにね、すごく便利です。で、これは今めんつゆとポン酢と、これ白だしが入ってます。で、このケース長年愛用していて、これはね、ワンプッシュで開くんですよ。なのでこれに詰め替えておくと調理がスムーズに進むので、この瓶おすすめです。冷蔵保存するものはこれに詰め替えて使ってます。 500ml のものがぴったり入る大きさです。ということで、今日は調味料の保存方法を紹介しました。なんかずっと何かやってますね、あなたたち。仲の良さを見せつけてるんですか。明日食べられてるよ、ティム、夜に。ということで、少しでもこの動画が参考になってよかったよと思ってくれたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。